に向かいますか？それにしても、まさかエルビーラ様があんな子供だとは思わなかったな。見た目はそうかもしれないけど、ここにいる誰よりも年上なのよ。わかってるけど、それでもやっぱりさ、もっと大人かと思ってたし。俺様としては、性格以外は予想通りって感じだったな。最初に話した時の声や喋り方の感じが、どことなく子供っぽく思った。私はそもそも外見があったことに驚いている。肉体のようなものがない可能性もあったのでな。随分と神秘的な存在と思ってたんだな。神が人間と同じ見た目をしているとは限らんからな。それがまさかあのような少女だったとは。だからあんたらより年上だってば。ブラフトはどう思ってたの？私は特にどうも思っていませんでしたね。ここへ誘われた際に姿を見せなかったので、見せたくないのだろうと思い、想像するだけ無駄と思ってました。お前冷めすぎだろ。まあたとえ考えたとしても、あんな姿だとは夢にも思わなかったでしょうね。まあそりゃそうだな。けどちょっと安心したよ。怖い感じの見た目じゃなくて。そうね、怖がらないでくれたらきっとエルも喜ぶと思うわ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く？どこに向かう？護衛は任せてくれ。どれにしようかな。材料はっと。何を作っちゃおう。さ、どこに行くの？来やがって。荒れてるね、オーリアスさん。何か嫌なことでもあったの？別に。あの客、俺様を用心棒に雇うって言ったくせに、急にディーボルトに変えやがったんだ。しかも出発寸前にだぞ。ディーボルトが来たのを見て、やっぱ変えるってさ。それは気分悪いよね。そのお客さん失礼だよ。だろ？お前もそう思うよな。俺様の方が用心棒経験豊富だし、人気だって上だってのに、あの野郎。でもディーボルトさんもよく引き受けたね。オリオスさんが怒ってるの見ただろうに。あ？いや、あいつらの前では怒ってねえよ。客が雇う用心棒を選ぶのに最後まで慎重になるのはおかしなことじゃねえからな。そうなの？用心棒を雇わなきゃいけない状況ってことは、客にだって危険がつきまとうんだぜ。自分の命をかける選択をしなきゃならねえんだ。そりゃ最後の最後まで慎重になって当然だ。その選択に選ばれなかったからって客に怒るのはダサすぎんだろ。なんかすごくまともなこと言ってる。でもそれならどうして怒ってんの？客の前では我慢したがな。ムカつくもんはムカつくからだよ。あーくそ、今日はもう休みだ。子供みたいな人だな。でもオリアスさんが人気な理由って、こ
そういうところも含めてなんだろうな。どこに行くんだ。さ、でかそうだそうだ、うっかりしてたわ。ソフィーちゃん、教えてほしいことがあるんだけど。ソフィーちゃんが暮らしてる時代ってどんな感じのところなの？私の住んでる時代ですか？そうそう、どんな国があって、どんな事件や災害があって、どんなことが流行ってるのかとか、もう何でもいいからとにかく教えてほしいの。あ、言っとくけど結構時間かかるわよ。なるほどね。ありがとうソフィーちゃん、いろいろ聞けて本当に助かったわ。長い時間拘束しちゃってごめんなさいね。あ、私もまさかここまで長い時間質問されると思いませんでした。おかげで抜けていた歴史の空白が3つくらい埋まりそうだわ。あの、どうしてこんな質問したんですか？それに歴史の空白ってどういうことですか？いろんな時代の人たちが集まるから、その時代の話をできる限り聞いてまとめて歴史の資料を作ってるのよ。え？でもどうして？私の趣味よ。こういう情報をまとめるの好きなのよね。なるほど、だからカティさんいつもと違って生き生きしてるんですね。ああ、そのいつもっていうのはもしかしてここでぐうたらしてる私のことかな。はい。いや、そんな強く肯定しなくても。まあいいわ。お店終わったらゆっくりと今の話をまとめないと。今夜は楽しくなりそうね。どこに行こう？どの依頼を受けよう？この依頼を。報告しちゃう。ありがとう。これならすぐ。あ、ちょうど持ってるかも。うん、よし、これならすぐ報告できそう。あ、ちょうど持ってるかも。これならすぐに報告できるね。さ、どこに行くの？よし。ほら、さっさと。眠くなってきたな。一眠りするか。虫は栄養価が。どこに行くんだ。今は無理に食べる必要はない。さあ、
に行くの？よし、よし。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よーし。ジメジメしてて嫌ね。いるだけで参っちゃいそう。いい功績だ。今度火事で使ってみるか。せー、見つけた。これでいいのか？いよいしょ。素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よーし。まずはあれか、パパッと仕上げちゃおう。これで完成。心配だからってみんなにバレないようにこっそり来たのよ。だって私のせいでこんなことになっちゃってるんだから。心配してくれてありがとう。でもちゃんとできたから大丈夫だよ。まさかカゴで魂を捕まえて運ぶなんてすごいの作ったわね。でもこれなら魂を安全に運べそうですね。二人からのお墨付きがもらえて私もちょっと安心したよ。本当すごいわ。こんな道具を簡単に作れちゃうなんて。そうね、
私なんかじゃかなわないすごい錬金術師よ。優秀な孫を持てて安心ね、ラミ。ええ。それじゃあ私がおばあちゃんみたいじゃない。でも実際ソフィーはラミーの孫じゃない。孫？待って、エルビーラ、それ本当なの？本当にラミゼルさんは私のおばあちゃんなの？そうだけど、気づいてなかったんだ。あのね、ソフィーはラミーのいた時代よりも少し先の未来から来たの。正真正銘ラミーのお孫さんなんだよ。そう言われてもソフィーは知ってたの？もしかしてとは思ってたけど、私が知ってるおばあちゃんは本当におばあちゃんの姿だったし。そっか、そうよね。うん、当然よね。ラミゼルさんって呼んでてもいいのかな？いいと思うわよ、多分。変じゃないと思うし。二人とも混乱する気持ちはよくわかります。ですが今は彼女、未来の私の魂を探しに行くのが先決です。そうだよね、早く探しに行かなくちゃね、ラミゼルさん。ええ、もちろん。改めてよろしくね。うん、こちらこそ。ねえ、二人ともどうしちゃったの？なんだか様子が変だけど。はあ、もう何も言わないでください。さあ、どこに行くの？だけど、そんなことないよ、他人だなんて思ってないし。そりゃあまあ他人ではないのね。じゃあそろそろ。うん、それじゃあまた。やっぱり実感湧かないよね、急に孫とか言われたって。私もラミゼルさんがおばあちゃんだって言われても実感ないし。はあ、こんな気持ちになるなんてちょっと寂しいな。
肉の香りが苦手です。長く嗅いでいると頭痛が。どこに向かう？護衛は。うん、話があれば真っ先に僕が飛びついてるし。だよね、そう簡単に儲け話が転がってるほど世の中甘くないってことだね。うん、仕事の話じゃないっぽいかも。あれ、いらっしゃいソフィーさん、何か入り用かな。ううん、近くに来たから寄ってみただけ。またお金の話してるの？当然、だって商売人だし。そうだ、ねえねえソフィーさん、そろそろまた失敗作が溜まってる頃だったりしない？そんなしょっちゅう失敗しないよ。そっか、だとするとしばらくはコツコツと普通に商売するしかないかな。っていうかさ、失敗作じゃなくて成功作を売った方が絶対高く売れるんじゃない？そりゃそうだけど、失敗作じゃないと仕入れるのにお金かかっちゃうでしょ。まあさすがにタダでは渡せないよ。私も錬金術がお仕事なんだし。じゃあさ、アレットも錬金術を教わるってのは？それなら自分で好きなだけ商品開発できるし。それだ、その手が。私が錬金術師になれば自分で作った商品を好きなだけ売ることができるんだ。そうそう、失敗作は僕が引き取って売れるからお互いにいいことずくめだし。え、それピリカさんだけ何もしてないような。時は金なり、善は急げ。早速行動を始めなきゃね。だね、ソフィーさん。うんうん、師匠、どうか私を弟子にしてください。弟子なんてどうでもない。私だってまだプラフトに教わってる身なのに。そんなこと言わないで。ね、お願い、お願いします。わかった、わかったよ。今度アトリエに来た時にちょっとだけ教えてあげるよ。やったー、ありがとうソフィーさん。私、超頑張っちゃうから。ちゃんと教えられるかな。お、素材さ、どこに行くの？うん、そうか、こいつが元騎士だってことを知らなかったのか。ま、いちいち言うことでもねえだろうけどな。大昔の話だからな。な昔じゃねえだろうが。こっちに来たのだって俺様より後のくせによ。オリオスさんの方がこっちでの時間長いんだ。ああ、こいつが来た頃にはもう俺様は超大人気の超用心棒だったんだがな。俺様レベルに頼れる用心棒が他にいなくて、依頼が集中しまくって過労死寸前だったんだ。超用心棒って何？聞いたことはない。いつ転職したんだ？気にしねえで流せ。とにかくそんな時に元騎士のディーボルトが来てくれたから用心棒に誘ったんだ。おかげで俺様への依頼も落ち着いたし、マジでありがたかったぜ。いや、右も左もわからない私に職を紹介してくれて、私の方こそ本当に助かった。あの時のことは今でも忘れない。うん、思い出したら感謝の気持ちが溢れてきた。
恩人である以上、やはり敬意を払わねばならない。オリアスさん、もしくは先輩と呼ばせてもらえないか。なあ、最初に言っただろ、そういうのいらねえからマジやめろ。なんかこうむずがゆくなるんだよ。呼び捨てでいい。むしろそれ以外は許さねえ。うむ、先輩がそう言うのなら。だからやめろって。ったく堅苦しいやつだな。二人とも仲良しなんだな。さ、どこに行くの？隅々。ここの水は温度が冷たいな。落ちたら危険だ。プラスター、お願い、いたら返事して。どう、ソフィーさん、プラスターさんの声聞こえる？ううん、全然聞こえない。前に来た時は確かに聞こえたのに。魂ってのは夢の核の近くに寄ってくるってエルビーラ様が言ってたよな。もう少し近くまで行ってみようぜ。どうやら本当に襲ってこないようだな。でも大丈夫だぜ。わかりました。プラフタ、聞こえる？私の声が聞こえたら返事をして。応答がないようだな。そんな、エルビーラ様はここにいるって言ってたのに。もしかしたら夢の核のすぐ近くじゃなくて、この遺跡のどこかにいるのかもしれませんよ。じゃあ名前呼びながら歩き回ってみようよ。アレット、この遺跡だって結構広いのよ。そう簡単に探せるものじゃないわ。知れないけど、ラミゼル、夢の核ってのは他にはねえのかよ。そうよ、それよ。私も正確にはわからないけど、確かに夢の核はここ以外にもいくつか存在するわ。じゃあもしかしたらプラフタさんの魂も。ええ、ソフィー、エルのところに戻るわよ。この近くにある夢の核の場所教えてもらわなきゃ。はい。すごいことに気づいたな、オリアス。大手柄だぞ。ま、この思いつきが当たってりゃいいんだけどな。どこに行くんだ？出発です。ピリカさん、どうかしたの？今まで見て見ぬふりをしてたんだけど、
倉庫の中が仕入れたものであふれかえっててね。どうにかしたくてもどうにもできない。謎のものもたくさんあって困ってるんだよ。謎のものってピリカさんが仕入れたものなのにどうしてそんなものがあるの？それはもちろん未知のものは価値も未知だからだよ。もしかしたら無価値なものかもしれないけど、とんでもなく価値のあるものかもしれない。そんな自分の運にかけることも商売では大切なことなんだよ。運に見放された商売人は生き残れないからね。確かにどんなにすごい人だとしても運が悪かったらうまくいかないもんね。そういうこと。実力と運どっちも大切なものだからね。でもその運試しのために集めたものが倉庫の中にたくさん溢れかえってるんでしょ？それだといつまでも運試しできないし、運が巡ってくることもないような。そうなんだよね。いつまでも放置しっぱなしだし。あ、でもそのうち入りきらなくなったら自然と人目につくようになるよね。そこまでになっちゃったらもう笑い事じゃないような気がするな。ねえねえ、どこ行く？どこ行く？出発ですね。野菜の採取なら俺様に任せな。確かにそうかもしれない。夢の核はどれも大地の心臓に変わりないけど、元にしてる夢は全然違ったものなの。だからプラフタが居心地がいいと思える夢の核の方に行った可能性は十分あるわ。お手柄だね、オリアス。だからって本当にいるかどうかわからねえと素直に喜べねえんだよ。それで他の夢の核はどこにあるの？洞窟の中よ。もう少し具体的にお願いします。ロイテールから南かな。西にある森を抜けた湿地のさらに先なんだけど。ああ、そこなら私が知ってるわ。けどあそこに夢の核があるの？あの洞窟の奥に夢の核が置いてある次元への入り口があるの。わかった、湿地を抜けたところにある洞窟だね。それじゃあ早速。そこに行くなら天候を雪にしなきゃいけないんだけど、雪に変える道具はラミーが持ってるよね？持ってはいるんだけど。ラミゼル、まさか力の補充をしていないのか？分かってるんだけど、最近全然あっち行く用事なかったでしょ。それにこれ結構面倒なのよね。じゃあソフィーさんにやってもらったら？え？そっか、ソフィーなら私よりもうまいことやってくれそうね。というわけだから一緒にレシピも渡しておくわね。ラミゼル、あなたって人はまったく。できる人ができることをやるのが一番。こんな風におばあちゃんに頼ってもらえる日が来るなんて。若い頃のおばあちゃんなのはわかるけど、やっぱり嬉しいな。分かったよラミゼルさん、私に任せて。ええ、期待してるわ。それじゃ早速アトリエで調合しちゃいましょう。
に行くの？よし。うんうん、ここがこうなって、新しいレシピ出来上がり。作れるものが増えたみたい。何を作っちゃおう。どれを入れよう。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、やってみよう。悪くないかも。さて、どう料理しようかな。悪くないかも。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。それ様に任せとけ。お、大胆。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。ここにしよう。特性はどれにする？こんな感じかって一気に仕上げるよ。これで完成。よし、こんな感じかな。すっごい上手ね。私の何倍も早いわ。そうかな。ええ、本当にすごいわ。ソフィーって錬金術は独学で学んだの？ううん、私の錬金術はプラフタから教わったの。未来の私がソフィーの先生という話です。正直実感は湧きませんけど。そりゃそうよ、私だって。まあそうだよね。頭では分かってても急すぎだと思うし。本当はエルももう少し空気を読んだ場所で話してくれればいいのに。同感です。聞いてるこっちも気まずくてたまりませんでした。この話はこの件が片付いてからゆっくり話しましょう。今はプラフタさんの魂を見つけないと。人命第一ですよね。そういうこと。ソフィーさん、雪を降らせる道具に補充できた？うん、ちょうどできたところだよ。あら、オリオスたちはどうしたの？ちょっと疲れてるみたいだけど。一仕事を終えたところなんだよ。はあ、何だったんだよあいつら。何かあったんですか？凶暴な魔物が現れたと報告を受けたのでな。その討伐に行ったのだが、黒いオーラをまとった魔物でな。恐ろしく凶暴で少し手間取ってしまったんだ。あんなやべえの見たことねえよ。また新しい魔物が生まれたのかもしれねえな。そんなことが。今のままだと町の安全がちょっと心配ね。とはいえ今はプラフタさんの魂が先よ。二人ともちょっと休む？この程度なんてことねえさ。歩いてりゃ疲れも吹っ飛ぶぜ。ああ、人命第一だ。どうかしたのか？いえ、それじゃあすぐに出発しましょう。
こに行くの？さあ、行くとしますか。ったく、ジメジメした場所だぜ。さっさと違うとこ行こうぜ。護衛は任せてくれ。さ、で、これは道が塞がれてしまっているな。洞窟はこの先でしたよね。ラミゼル、他に道はないんですか？私もここしか知らないわ。前来た時はこんな岩なかったのに。この大きさじゃ押したところで動きそうにねえし、どうするよ。考えがあります。え、本当？はい、ちょうどいい爆弾のレシピを知ってるので、もしかしたらどうにかなるかもしれません。そういうことなら一度アトリエに戻ろっか。その爆弾を調合してまたここに来よう。どこに行くんだ。よし、それでどんな爆弾を作るつもりなの。以前村を干ばつから救う際に山向こうの川から水を引いたりもしたのですが、その際に作った葉っぱ用のフラムです。すごい、それならぴったりだね。そうですね、早速調合してみましょう。習得しました。作れるものが増えたみたい。何を作っちゃおう。材料はっと、材料はっと、やってみよう。悪くないかも、悪くないかも、悪くないかも。うん、いい感じ。これはここ、いいこと起こりそうな予感。すごいのできちゃうかも。これはここ、これはここ。力を貸そう。ありですね。これはここ、これでいいかも。パパッと仕上げちゃおう。できた。何を作っちゃおう。材料はっと、やってみよう。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。うん、いい感じ。ないかも。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。ここにしよう、ここにしよう。これはここ、ここにしよう。これはここ、これはここ。特性はどれにする。これでいいか。一気に仕上げるよ。これで完成。すごいのできちゃった。
まだまだ上手くなるよ。どうやら完成したようですね。うん、プラフタのおかげだよ。そんな私は別に大したことは。ともかくこれであの岩をどうにかできるはずです。すぐに行って試してみましょう。どこに行くんだ。ジメジメしてて嫌ね。いるだけで参っちゃいそう。これでどうです。これでどうです。これでよし。みんな離れて。すごーい。岩が綺麗に吹っ飛んじゃったよ。うまくいってよかった。これ土木作業する人に売れるかも。少し私にも作ってほしいな。おいこら、こんなとこで商売のこと考えてんじゃねえ。まったく相変わらずなんだから。帰ったら考えるよ。とにかく今は先に進もう。向かいますか。さあ行くとしますか。あら、いらっしゃいソフィーちゃん。お食事かしら。はい、でもノーム君いないみたいですね。ちょっとお買い物を頼んだのよ。すぐ戻ってくると思うから少しお話ししない。さてと、ノームと仲良くしてくれてるみたいで嬉しいよ。ありがとね。そんなお礼を言われるようなことじゃないですよ。いやいや言わせてもらうわよ。私はあの子の雇い主兼保護者って立場だからね。保護者？そういえばノームくんが住む場所を提供したって聞いたけど。まあね、あの子名門武家の子なのよ。しかもとんでもなく名門の一人息子よ。そのせいで生まれてからずっと後継ぎになるための修行ばかりさせられてて、社会常識がなくてね。そんな状態だったんですか。ええ、そんな子を放っておいたらいくらここでも飢え死にしかねないでしょ。だからいろいろ教えたり経験させたりするのも兼ねて私が引き取って住まわせてるってわけなの。最初の頃はただただ戸惑ってるだけだったのに、今じゃ店の仕事は任せろなんて言うほどよ。ノーム君、カティさんにとっても感謝してるみたいだから、きっとすごく頑張ったんですね。うん、すっごい頑張ってたわ。見てきた私が言うんだから間違いなし。まあ店が混むと慌てたり料理の味付けも未熟だったりするところはまだまだあるけど、一人の人間として社会で生きていくのに困らない程度には立派に成長してくれたわね。カティさんもすごいと思います。そこまでしっかりと保護者として見てたなんて。私やるときはやる女なのよ。ま、基本やらないしやるつもりもないんだけどね。さ、どの依頼。どこに行くんだ。出発ですね。さ、
いや、あの職人の作る剣は美術的価値が高く実用性はないと一般的に言われているのは知っている。だがそれは間違いだ。私は以前あの職人の作った剣を使ったことがあるのでな、知っているんだ。実用目的で買うには高かったんじゃない？あれ、普通に人財産吹っ飛ぶくらいするでしょ。以前の仕事では実用目的で購入する場合にはコールが支給されたのでな。それでだな。どうしちゃったの？すっごい饒舌になってるけど。ソフィーさん、見るの初めてだった？ディーボルトって武具に対するこだわりが超強いんだ。だから一度語り出すと止まらなくなるんだよ。その間周りが見えなくなるくらいにね。そんなに武具に対して詳しいんだ。やっぱりいろんなの見たり使ったりしてきたのかな。元騎士団長だったんだし、精通した知識が必要だったんじゃないかな。そうだね。え？騎士団長ってディーボルトさんが？そうだよ。もしかしてソフィーさんは知らないのかな。部下や市民から愛された我が騎士団長、魔物の脅威から国を守った英雄って言われてる人だよ。知らないよ。そんな話、すごい人だったんだ。でもなんでそんな人が騎士を辞めてここで用心棒をやってるんだろう。さてと、僕はそろそろ行くから、あとはよろしくね。あ、行っちゃった。急にどうしたんだろう。つまり美術的価値があると言われている装飾品を完全に取り外してしまえば残るは、ん？ソフィー、私の話を聞いてるのか？いや、ピリカに話していたような。ん？熱中しすぎですよ。どこに向かう？護衛は任せてくれ。パドロー！わあ、アレットちゃん？来たよ、ソフィーさん！錬金術教えてくれるんでしょ？そんな元気に飛び込んでくるとは思わなかったよ。けど、それだけ楽しみにしてくれてたんだね。それじゃあ、早速始めよっか。お願いします。よし、それじゃあ錬金術師になる計画はなし。軽っ。え、あんな興味持ってたのにそんな簡単に気持ち切り替えられるの？
いや、だって才能がないとできないんでしょ。儲けが少ないと分かれば切り替える。素早い判断は商売人の武器だからね。そっか。そういうこと。今日は楽しかったよ。ありがとね。素早い判断力、錬金術師にも必要なんだよね。私が弟子入りした方がいいのかな。